兄弟。おう。例のあれ持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして、36発発射できる。36発か。相手は上野義春と、その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して、何のつもりなんすか。柴田。単刀直入に言います。今日の上野義春の襲撃、真島さん、行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日、出所直後の上野義春を都内のラーメン屋で襲う。そういう計画ですよね。実はあの計画、ちょっと問題がありましてね。予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば、堂島組長いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんた俺に兄弟裏切れっちゅうんか。このまま見殺しにせっちゅうんか。落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があってもかまへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないなもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか。それじゃ仕方ありませんね。おい、柴田。奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください。親父。Yeah.
逃げたんちゃうぞ。決めてないぞ。支配人、お電話です。あの、オーナーだって言ってるんですけど。分かった。何の用や。お疲れさん、お前ちょっと今から出られねえか。え、いやさ、お前と飲みたくなってよ。どういう風の吹き回しや。あいにくあんたと酒飲むくらいなら自分のしょんべん飲む方がまだマシや。やめとけ。あんまりうまいもんじゃねえぞあれは。店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんと。俺は明日葉公園で待ってる。おい、オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるかわからんから、あと頼んだで。え、わかりました。主任にも伝えておきます。すまんの。こないなとこに呼び出して何の用や。
そう構えるなって。お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。ええ。こんなご時世だ。10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんをあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。お、なんだよ、最初の一杯きり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横におって気持ちを飲めるか。もう2年にもなるか、お前との付き合いも。なのにそういう反抗的なとこは変わんねえな。あの島野の兄弟がなんでお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。まあわけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らったやつは必ず相応の報いを受けるもんだ。破門、絶縁、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れず殴り殺しにされることもある。お前は穴ぐらいきっていうその最悪のケースを踏んじまったはずなんだ。だが穴蔵での拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した。耐えたお前のタフさも信じられねえけど、何より一度穴蔵に落としたやつをあの島野が救うとはな。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴蔵から出たお前は破門も絶縁もされずに極道の世界から追放された。そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、敵として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか、奴の目的は一体何だろうな。さあ俺が聞きたいくらい。案外理由は単純で、ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな。なんだよつまんねえやつだな。そうだ、一つお前に聞いてみたかったんだ。なんでお前そんなに登場会に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りがこんなバスに耐え続けてまで。冴島大河だっけか。お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたよな。18人殺しの冴島大河か。当時は大騒ぎになったもんだ。登場会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃。
結果相手組員18人を射殺したんだからよ。登場界のイケる伝説、こっちでも随分話題になったけど、その冴島も今や無所の中、18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために登場界への復帰を望んでいる。そこが分かんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。あいつは必ず戻ってくる。俺を殺しにな。殺しに？あ、何でもない。もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな屈辱に遭おうが、登場界でのし上がらなあかんねや。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか。登場界に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要があるっつ。泣ける話じゃねえかなあ。あんたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ、島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえな。お前もいい大人なんだ。もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや、お前が俺に言われて素直に入って言わない男なのは分かってる。じゃあお望みの本題に入ろうか。お前人を一人殺せるか？殺し？ああそうだ。なんで俺がそんなようなことを言ったじゃねえか。極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか？そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻る。オデッセイから望みを引き抜いてか？もう知っとんのか。けどさ、もし俺がオデッセイに連絡すりゃその話今からでもなかったことにできるんだよ。なんやと？まあつまりお前の未来は俺の手の中にあるってことだ。金儲けさせた上に人殺しまで手伝いっちゅんか。どっちも大事なことなんだよ、俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんよ？牧村誠、聞いたことないか？誰やそれ。知らないか。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春？牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせてその上がりを吸い上げてる。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の埋めねえ体にされるってよ。相手がクズでよかったな。やりやすくなっただろ。その牧村って男はどこにおるん？それを調べるのも仕事のうちだ。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる。探るんなら末端の女どもから当たるのがいいだろう。テレクラで牧村の息のかかった女を探すちゅうことか。仕事の期限は2日だ。それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合、今度はお前が狙われる立場になる。いいな？そら楽しみな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。分かった。真島ちゃん、殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが18人殺そうが、やった瞬間真っ当な人生には二度と戻れなくなる。極道の先輩として忠告しておくけど、殺しなんてやらないで済むならその。でもお前はてめえの。うるさいわ。どっちみち
人の一人殺せん奴は極道として半人前や。そうか。部長さん、こいつの分もこれで、あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ、食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。もしもし。ああ、もし。どうもこんにちは。俺、五郎言うんやけど。もし。あっこちゃんか。あ、何よ。せやけどめっちゃだるいんやもん。久々に学校行っ。何や自分。うん。あこちゃん、テレクラにはよく電話しとんの？せやな、うち退屈なんが嫌やから。ほな外で会ったりとか。ドキドキな。会う会わへんはどないして決めとるんや。まあお腹空いてる時とか。現金やな。飯おごってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけやな。あ、そうや、五郎さん、や五郎さん入れ墨してはったりせえへん？あ、入れ墨やと？うん、うちそういうのちょっと興味あんねん。しとる言うたらどないする？え、ほんまに？
ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか教えて。なんでそないなことが気になるんや。うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんや。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に追って。般若や。え？俺の姓には般若が入っとる。そうなんや。ところであっこちゃん、俺ん何牧村誠って知っとる。ちょっと待ってくれ。何？いやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あんねや。それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいなあ思って。あこちゃん、牧村藩のこと何か知って、せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか。ああ、もちろん俺は絶対あこちゃんにも牧村藩にも迷惑。ほんまに？ほんまや、ほんま。わかった。せや、岩尾橋やな。五郎さんはどんな、グラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結んどる。目立つからすぐわかると思うで。わかった。ほな今から岩尾橋で待っとるで。絶対来てや。そしたら後で。レスリングだから。よっ。ああ。ああ。あんたがアッコちゃんか？ひょっとして芸能人やってことバレた？え？しもた！やっぱりこない変装してもわかる子にはわかってしまうか。じ、あー、ええってサインやったらなんぼでも書いてあるから。うちの考えすぎか。こないアホな人が例の人なわけちゃ。なんでもない。優しそうな人で安心したわ。
ほな早速やけど、そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか。お茶？うち。そしたら飯にしようか。うちお寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。そらそうや。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならん。当たり前やないか。学生が見たこともないような。ごほんまに？五郎さん、よっしゃ、ほな行こか。まだ間に合うで。痛いわ。そんな急がんといて。ちょっと五郎さん、こっちや、こっち。そんな急がんといて。ちょっと五郎さん。お寿司好き？ああ、うちめっちゃ好きやねん。ウニとイクラは絶対。何握りやしょう。ほな1万くらいでお任せするわ。あと今日のええと、あ、ウニとイクラは絶対入れてな。いよ。五郎さん飲まへんの？一応仕事中やからな。今はやめとこう。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この間店よう来るんか？まあね、最近は割と毎日。毎日？なんや、そないノルマ厳しいんか。ノルマ？そんなんあるはずなんやん。いやいや、バイトっちゅうことはつまり誰かから依頼されてやっとるわけよ。聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせて。は？誠さんはそんな人とちゃうし、うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし。誠さんも稼ぎよこせえなんて。あ？ちゅうことはあっこちゃん不利とかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さんほんまは取材なんて。せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとか。ああちゃうって、そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが。あ、はい小肌。ああ、美味しそう。ほないただきます。お代はこちら。ありがとうございました。ま、ごちそうさま。おう。さて腹ごしらえは済んだな。あ、うちあそこ行きたい。ゲーセンってゲームセンターのことか。最近のゲーセンはちゃうねん。ゲームセンターに縫い。行ったらわかるわ。しゃあ、ほな行こか。キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるね。こんなんが1回100円やと？アホらしい。どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。普
通に店で買うた方がええんちゃうか。何言うてんのや、よそで売ってないからここで取らなあかんのやない。お金で何でも買える思たら大間違いやで。っていうかお金はうちが払うから五郎さん代わりにやってや。うちこういうの苦手やねん。あ、なんで俺が。誠さんのこと聞きたいんとちゃうの。しゃあないな。ほな一応やったろやないか。めっちゃ売れ。まざっとこんなもんや。あ、それで巻きも。この間ところで立ち話。まそれも。ほな。ディスコ？あんだけ食った後でよ。実はさっき電話で。いつの間に予約しとったんや。人の金は思って好き勝手して。文句言わんの。連れてってくれたらそこで。ほんまか。まあ。はよ行こう。Thank you.
や、何やって？お前言うても二人で来たってしゃあないやろが、こないなとこはもっと、そんな友達おらん。そうなんか、親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡と、せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、牧村誠っちゅうやつはそないな行き場のない。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやからそないな人に会った時はすぐに誠さんのポケベルに連絡。ああ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝っ。ほう、あ、うち踊ってく。なんや、ビップルームはもうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らな。そう。ちょっと、やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこを片っ端。な、何？とぼけても無駄やで。この俺に散々おごらせた挙句、そろそろホテルに行く頃やっちゅう時にごっ。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についていくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら読んでもかわ。あんた、なんとでも待ちや。ああ、なんやわれ、自分。何勘違いしとるん。なんやと。ディスコ言うたら踊る場所やろ。女ナンパしたんや。今から俺が手本見せ。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたんやったら踊らしたるわ。おう、表出ろや。ざっとこんなもんや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村班を。言うても誠さん、いつもすっ。そうなの。誠さんな、普段整体師やってはるの。
ほんまか？そしたらそこ行ったら本人に会えるやろ。多分な。あこちゃん、今日は大きにな。ほんまに助かったわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さんええ人やから得。わかってるわかってる。そらそうやん、あの人おらん。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのもあん。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんや。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおった。花へええ人疑ったら罰当たるわ。ふん。あ、でもただ一つだけ、誠さんから頼まれてること。頼まれ。うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たら。コウモリの入れ墨をした男、誰なんや。うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんから何か頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる。なるほど。それで最初。そういうこと。女を使って男を探してるか。あ、あかん。そろそろ次の人と待ち合わせ。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれで。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。
ってたまらんねえ。なめんやここやな。負けぶれ！どこや？誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか？なんや、こいつ、目が。もう、ドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そろそろ知り合いにこの店の店長の話聞いてな。
なんやゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい、すみません、怖くて。すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当に本当にすみません。な、泣くなや。どこがおつらいんですか。え、さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、あ、ああ、それはもうええんや。ほな、まだな。やっぱり。やっぱり。タイマー！ちゃう、違う、言うとんやろが。ああ、ほな、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。あったんじゃないですか。あ、ああ、こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。俺は証券マンや。ああ、どうりで。だからこんな足がパンパンに。え、な、なんでそう思うんや。だって証券会社の人って朝から晩まで取引してる間。あ、あー、せや。なんや、よう知ってるな。ずっと同じ姿勢でいると血の巡りが悪くなっちゃいますから。そうか。私、お客さんから仕事のこととか、お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら。ほう。ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか。そうですね、展示の本を読んだりも。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん。ええ。でも一方的に話を聞くより、こうして人と話すのが好き言うんやったら、あんた。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから。ここの店長ってのは店長ですか。そうですね。なんや、その見た目は。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃその、なんや、暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確
かに店長力は強いみたいですね。いや、そういう意味はのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ない。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、整体師としてもそうですけど、人間と。はあ。それに救われた。とにかく店長は全然怖くないですよ。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。だったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく何してんねん、俺は。あれ店長。え、いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。おお、先日中か。いらっしゃい。おお、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外針治療やってくれないんです。店長の針灸だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん、あれ、何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私、針やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。早く買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や、それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気ぃつけてな。早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。脇村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。
テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるようなど素人の殺し屋相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッド&の大サービスや。行くぜ。おただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もやお前。こっちのセリフや。なよ。邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい店長、買ってきましたよ。
あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。店長、どうしたんです店長。まこと、ええから逃げろ。なんなの店長。店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんなおっさん。おら、おさっとすんな。おれ、さっさと連れてけ。くせえ、なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかあれ何もんやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。あいつを逃がしたってくれ。何やと。あんたしか頼れんのや。あよあよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。なんなんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。逃がさへんで。追いついたで。なんやわ。どこのヤクザか知らへんけど。くそ。行こうぜ。
かいな。説明後や。とにかくここを離れるで。何？静かにせ。あ、兄貴！くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで！応援呼ばんかい！はい。厄介なことになったね。
でしてくれ。見つかってしまう。かけろせ。おとなしく女渡さんかい。危ないから後ろにおれ。おっちゃっとくれ。やっと会えたな。Yeah.
待て、もっと遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる日行くで。後ろにおれ。うん、分かった。あとはここを突っ切れば奴らを振り切れるはずや。誠ちゃん、先逃がしてもええで。どうせ人、その代わりここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりと誠ちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か？おい、何を？大丈夫や。
もう大丈夫や。店長は。心配すんな、奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ、どうしてこんなことに。